あ、すいません。すいません。南第一高校の生徒さんだよね。そうですけど。私、月刊イヤーの田代ってもんなんだけど。ちょっとお時間、いい？何ですか？いや、ほら、先月自殺しちゃった子いるでしょ。原田くん。あの子についてちょっと聞きたくて。自殺だって言われてるけど、噂では、いじめが原因なんだよね。それも、学校側はそれを知ってて黙認してた。なんて話もあるけど。その話は先生から止められてる。いや、だから知りたいんじゃん。ことの真相さ。ぶっちゃけ、どうなの？すいません。もしも学校側がいじめの存在を知ってて黙認してたんなら、大問題だよね。その反応だと。お嬢ちゃんもなんか知ってんの？どいてください。なんでなんで？ほんと、少しだけでいいか。原因は知りません。ただ、いじめてたのは原田くんです。それ以上は知りません。え？じゃあ何？いじめられっ子の逆襲ってこと？それ以上は本当に何か知ってるんでしょ？それとも、あれ？もしかして、お嬢さんが加害者？とか。って、いい加減にしてください。いい大人がみっともないと思わないんですか？みっともない。普通に仕事だし。てか、暴力は困るな。こっちはあくまで話聞きたかっただけなんだけど。これ、大変なことになるよ。ねえ、聞いてる？見出しは、南第一高校の実態、暴力の日常か、とか。勝手にしてください。言っちゃったら、可愛くねえガキだな、ほんと。どうしたんですか、お嬢様。市川、ごめん、私、学校退学になるかも。退学？うん。そうですか。ごめん。せっかく市川が選んでくれたの。いえ、大丈夫です。私が何とかしときますから。本当？ええ、ただし、お嬢様が真剣に勉強するのが条件ですが。勉強はしてるよ、毎日。お嬢様。失礼ですが、机で漫画を読んでる状態を勉学とは申しません。な、私にお任せを。わかった。勉強してくる。漫画持ってた。収穫があった。すいません。あ、少しいいですか？何？私、南第一高校の関係者でして、市川と申します。関係者？何？記事出すなとか。そういうこと言っとくけど無理よ。さっきあんたの生徒に。いやいや、とんでもない。そんな野暮なことしませんよ。あ、月刊イヤーの田代さんですよね。実は私、田代さんの大ファンでして、全部読んでるんですよ、記事。芸能人のスキャンダルとか、大物経営者の暴露とか。いやー、かなりズバッと書いてあるんで、読んでて気持ちよくって。あ、なに？そうなの？はい。じゃあ、記事出すなとか、そういう。いやいや、むしろ逆ですよ。楽しみにしてます。記事。あ、そう。はい。なに？マジでファンなの？もちろん。じゃあ、俺の記事で一番何が好きなわけ？やはりダントツは、朝日野高校の生徒自殺についての記事ですかね。ああ、あれね。はい。朝日野高校は有名なお嬢様高校ですから、なかなか情報が出回らず、記者の方は悶々とした日々を送っていたが、それを最初に突破したのが田代さんだった。見事記事は売れ、朝日野高校は世間的大バッシングを受けることになった。そんなこともあったな。すごいですよね。どうやってあの情報を入手したんですか？その企業秘密で。まあ、強いて言えば俺だけの特別な情報。確か学長をどうしたんでしたっけ？いろいろ根回しして。あ、それも後からあの情報は大間違いだった。という話も。いや、すごいですよね、ほんと。記事のためなら何でもやるぞというその信念。なかなかできることじゃないですよ。うまい。どこでそれ？まあファンですから。
ぐらいは知ってて当然じゃないですか。他には多額の賄賂とかヤクザとの協力とかいろいろ。ああ、そういえば先ほど田代さんの携帯に送っときました。僕が知ってる情報のコピー。携帯？これ、じゃあ記事が出るの楽しみにしてますね。あ、ちょっと失礼します。